皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日2024年、7月の18日、13時32分です。もう今回、相撲界の方たちとか、スポーツ業界、音楽業界の人たちとか、アニメ業界の人たちとか、もうみんなちょっと、もう集まってきてもらって、この動画ちょっと見てくださいと、もう国会議員の人たちとか、各地方議員の人たちとか、もう全員含めてです。今は動画つなぎ合わせてるんですけども、この間見たガンダムシードの、動画に関して、まあ最初はもう、すごい笑い話入ってます。もうみんなそれ見てもらったら、もう今日も楽しい話ありで、進めます。もう、絶対笑いますから、本当に。まあ、ちょっと今、相撲業界の、今日試合あるかなどうかなで、ちょっと今日ボランティアでいいから、ちょっと取り組みたい試合があって、まあ、借りを返すじゃありませんけども、まあ、その辺もちょっと皆さんに含めて、ご相談ですね。まず、スポーツ界のことで。まあ、昨日のオールスターの件に関しても、ホームページ淡井圭介の履歴を見ていただいたらわかる通り、途中まで、ちゃんと僕備えていて、その日ももちろん当然遊んでいません。もうカウントも整えて、ランナー1、2塁、ノーアウトへ、バッターボックス、大谷と。いうところで、2ボールまで進んだときに、第1打席、フォアボール、ちゃんと選べてるんですよ。やっぱり相手、ピッチャーも投げにくいですから、ストライク簡単に。で、次、やっぱりもう、ボール、起きに来るなっていうのは、もう分かりますから、もうストライクゾーンにボール入れてくると。もうそこまではっきり分かったら、神がかり的な力の方でも、もうそれ、もうバレてますし、頭の中いってますし、頭の中は、まあ、もうその前に先に答えが正解だったからそうなった方かもしれませんね。その、まあ結局、オールスター戦初のホームランが翔平打てて、まあ、MVP は最初意識してなかったんですけども、まあ途中から、解説席の人の話の MVP の話とかが出てきて、まあそらそうだろうなというような形だったんですよ。で、まあその辺の詳しい内容は、ホームページ淡井圭介の履歴の、昨日僕がアップロード、まあ、公開した動画のところを見ていただいて、警察にどういうふうな内容を通報しているのかっていうところを見ていただいて、で、それ見てもらったら、特に警察に通報してる方を聞いてもらったら、その通報終わった後に僕の言ってる内容とか聞いてもらった時にね、この件は事件大きいなと。これはもうみんなわかると思うんですよ。で、そこにはそのスポーツ選手、もう僕と同じように、その厳しすぎる、どこに自由な世界があるんだっていう電波の世界があって、昨日も横浜 DeNA さんは国際試合である、まあ、オールスターゲームってもう完全に、もう国家代表戦に相当する試合じゃないですか、そこで負けてしまったから、やっぱり昨日横浜 DeNA さん、1点も取れずに、ピッチャーも頑張って投げてるんですよ。だけども、ストレートホームランされて、3対0で負けてるわけじゃないですか。で、オールスター戦って、3点差つけられて負けてるわけじゃないですか。青山整骨院に、その良くない車が来ただけで、物事がひっくり返ってるんですよ。逆に3点差つけられて負けてしまってると。オールスターではですよ。で、それが、国際戦勝ったら、横浜 DeNA さんも勝たせてもらわなかった。これ何かなかったら、一人で一日4試合もこれ同時刻に、ほぼ同時刻に、これ無理だと。いうところをなんとか、もう今シーズン始ま、そういうふうなところから始まって、まあ最初からまず挫折するところから始まって、そこをなんとか踏ん張って。で、なんとか、雨の日で試合が流れたりしたとき、だからそれで昨日はサンテレビさんに、阪神タイガースの試合もう絶対中継してくれなかったらダメじゃないですかと。ただでさえ放送するものないんですから。お金が先なんですよ。河川水門外式だもんね。でももちろんこれは、まあ横浜 DeNA さんはまだ球団主でスタジアムとか持ってませんから、まあ金一封ぐらいしか求められませんけども、今年優勝できたとしてもですよ。だけども、そこにはエネルギーの残存量問題もありますけども、もうこれ昔、麻生太郎さんにも言ってもらいましたし、テレビで全国放送で出てます。エネルギーの残存量問題の件ですよ。そんなに人権も何もない世の中が出来上がったところで、それはそれで人類が生き残れるとは到底思いませんっていうことをはっきりと述べてくれてるんですよ。だから僕も、麻生太郎さんの言葉があったからそうしてるわけじゃなくて、
これもう僕の気持ちなんですよ。優勝回数の数揃えなきゃならない、最下位の数揃えなきゃならないって。そこには例えばヤクルトの方が今下の方にいるじゃないですか。だから巨人がねえ最下位行かなきゃならないんですから、もう本音に、もう本音で話するしかないんですよ、この世の中。その本音を喋ったから今頭なんか取られたりしてる時点で絶対おかしいんですよ。巨人の悪口言ったって君たちがしてきたことでしょって、この世の中に対しての責任、責任持たなきゃダメでしょって、それ最下位行くことでしか証明できないんです。暴動起きたら暴動した方が悪いっていうだけじゃなくて、暴動するところまで勝ちすぎた巨人にあなたたちに問題があるでしょって、なぜ自分たちの方が潔く頭の中とか試合中差し出さなかったんですかって。なぜいちいち地方を犠牲にするんですかっていうことなんですよ。絶対しちゃダメじゃないですか。それするから世界が滅びるんでしょって。トヨタ社まで本社東京に移転してしまったんですよ。で、明確に2025年からガソリン車の販売停止っていう、まあ今ちょっとある程度の口調で言いましたから、これ撮影終わったら一応もう一回天の神様へのスポーツ界の安全のお祈りしますね。で、やっぱりそれしたら下で、それしなかったら寝させてもらえないですし、それしたら下でテレビ見てるときどうなってるかって言ったら、まあ僕、右足がもともと開放骨折してるんですけども、テレビ見てるときだけ、右足の膝が痛くなるんですよ。ほぼそうです。これ、この間、たくさん歩いたからとか、それが原因じゃないんですよ。絶対そうだと思いますよ。だって、テレビ見てるとき、普通に座ってますもん。昨日だってそんなに歩いてませんし、歩いてるとき、膝なんか痛くなってませんもん。神がかり的な力で攻撃されていて、それは別に相撲界の人たちのせいじゃなくて、やっぱりテレビ局で嘘を放送したらダメなんだと思いますよ。で、何してたかって言ったら、ヘビー級でね、4団体統一っていうのがまだ誰もしたことなくて、背の小柄な人でね、もともとヘビー級じゃなかった人が、ヘビー級かスーパーヘビー級か、なぜボクシングの、体重無制限のクラスのところで、ウクライナ代表の人が、4団体統一のチャンピオンになってるんですけども、それももう見た目で分かるんですよ。対戦相手のイギリスのヒューリー選手っていう人だったと思うんですけども、2メートル16センチの選手で、その試合当日あんまり体鍛えてきてないんですよ。で、それまでの試合見たら体ちゃんと鍛えてきてる時もあるんですよ。別に日本でフェイクニュース放送する声何の意味もないんですよ。ウクライナはどうこうって、それするからそこまでそういう無茶苦茶なことをしてしまうわけじゃないですか。だからそういう無茶苦茶な世界、上の方が好き勝手してる世界に見えるから、だから暴動が起きてるんじゃないですか。実際したんだから。だからその優勝回数を揃える話と最下位の数を揃える話が、絶対人間誰しも逃げちゃダメなんですよ。だから僕今日も遊んでません。気になる力士の人がいますから、これは歌詞界の問題の話にもなってくると思いますけども、僕は未来の時間軸から頭の中を渡そうとして、その試合結果、まあ負けてしまってるんですけども、これはこれで、プロ野球界の人たちとも相談なんですけども、例えば昨日ソフトバンクの甲斐選手なんかは、まあ、テレビのニュースでね、寝転んでテレビを見てる僕から、淡井圭介から淡井圭介を取られました、もらうってはっきりと言って、それが不良化してる髪の毛染めてる人間の略奪行為側の人間の生き方なんですよ。甲斐選手のことは別に嫌いじゃないですよ。けど去年もそうじゃありませんでしたっけ。責任持って自分が言いますとか、でもそれで淡井さんに言ってもらいますだとか、未来で寝転んでテレビ見てる人から取れてしまうんですよ、力とか。で、昨日すごい打ったでしょ。絶対髪の毛染めちゃダメだって言われたら、それには理由と根拠はしっかりとしたものがあって、
絶対ダメなんですよ。でただ甲斐選手にも聞いてみたいんですけども、コンピューターからまあ多分何か聞こえてきたと思うんですよ。どう聞こえてきました？まあただ僕はもう先にリアルタイムの時間軸で結果知ってしまってましたから、もう今更テレビのニュースで見た時に寝転んでいようが座って見ていようが変えようがないとは思ってるんですけども、ただし未来からの時間軸の声がけで能登半島の人の野球部の少年はおばあさんを津波からあらかじめ情報を松井秀喜選手とかから聞いてましたから、だからおばあさんをおんぶして津波から高台に上がれてるんですよ。じゃあ未来からの時間軸からの声がけは絶対有効的だっていうことになってきますよね。じゃあテレビの放送を見るときに、テレビ局の人が自分たちを正当化するためなのか、座って普通に座ってテレビを見なきゃならない世界とかあるじゃないですか。あの世界無理なんですよ。肉体労働してみたら分かりますよ。帰ってきたときぐらいゆっくりさせてよって、のんびりさせてよって、寝転んでテレビ見させてよって。事務仕事は事務仕事で、僕も今座ってそうですけども、この後パソコンを打ったりとかずっと今日もいろいろしてるわけじゃないですか。で今度お尻の方が持つわけないんですよ。寝転んでる時間とかを作らなきゃならなかったのに、それ寝転んでる時間まで利用してこっちは真面目にいろんなこと取り組んでるのに、それないがしろにして、ファストマンという映画を見ていて、それかオールスターで負けたから、だから昨日の野球の試合の結果阪神タイガースも負けました、巨人が勝ってます、別にヤクルトが勝ったらいいじゃないですか。ヤクルトも勝ってました、なんで東京だけそんなに優遇されるんです。そう不平不満出ますよ。そうもう一回これ厳しいこと言わなかったら、応募なことをしてるのは東京側なんですよ。読売ジャイアンツの勝ちすぎてる数見たら分かるから。一回菅野選手に言いました。菅野選手やってましたっけ、原監督の甥っ子か誰かで、最初の方いい成績上げてたでしょ。でもうスポーツの勝ち負けの仕方知ってますから、君ねって家計で何でもそんなに物事をね、人権無視して自分だけ何でも活躍するような世界作るのダメよって、自分で試合中とか渡す側に回りなさいよって、ほら結果見てみなさいよ、勝てないでしょって、それは本当の話なんですから。能力ひどく低下するでしょ。僕は一日で取り組んでる試合の数もう皆さんご存知ですよね。じゃあもう本人の率先性でいいじゃないですか。僕だって頭なんか渡すとき、世界のルールは法律で、頭の行き先は本人の任意性って言ってるのに、本人私が渡したい選手に、頭なんか行かなかったりとかしてたんですよ、国内だと。まあ、世界は世界で、日本人が悪さをしたときに日本人が結局悪いことをしてるっていうことで試合内容をひっくり返されてます。本当はナショナルリーグは優勝してます、勝ってます、オールスター昨日で大谷翔平がホームランを打った、その内容でちゃんと日本人は助っ人として恩返ししましたよって。昔から各球団に来ていた外国人選手の人たちが4番打者として全員じゃないですよ。どちらかというと成功した人の数の方が少ないです。だけども、とんでもない活躍をしてきた人たちはいっぱいいたわけじゃないですか。阪神タイガースのランディ・バースさんだってそうだったじゃないですか。三冠王を取って、初の阪神タイガース、戦後初の日本一に貢献してくれたわけじゃないですか。戦後初ですよ。あんなに長い野球の歴史があってですよ。もう戦後70年以上経過してるんですよ。それで去年あんだけもう本当に死にそうなりながら、もう本当に気力振り絞って、もう一般人の限界を軽く突破してる世界で、日々もうこんな世界から逃げ出したいっていうところを頑張って、そう思わないように頭の中でその思考回路が回りそうになるのを思いっきり止めたりとかして、そこをなんとかもううーって言いながら踏ん張って起き上がって、それでやっと阪神タイガース日本一ですよ。本当に読売ジャイアンツの9年連続日本一って、皆さんそこまで頑張りました？
いや、我々は自分たちの仕事だけ頑張ってたんですよ。本当は世の中そういうものなんですよって逃げてたでしょ。違いますよ。世の中のこと、いろんなこと勉強しなきゃならないんですよ。もう今の現時点で、エネルギーの残存量問題から何から何まで。で、球界の名手を今まで名乗ってきたんだったら、なぜもっとだいぶ前から言ってきた私の南から北に向かって巡業を本当にしなかったんです。どういうふうに巨人が稼いできたお金で、何をしてきたか知ってるんですよ。四国アイランドリーグとかを作って、総合運動公園、あんなに本当の人口の3分の1か4分の1しかいないっていうことを1998年の頃僕は言った。で、あなたたちもそれを聞いた。だけども、なぜか四国アイランドリーグなどを作って、読売巨人の三軍とかそんなわけのわからない位置づけにして、スタジアムまで大きくしちゃったんですよ。席数増やして。これはソフトバンクもしてしまってます。日本ハムファイターズとかもしてしまってます。で、このオールスターのあった、その、前日とかでね、ソフトバンクとか日本ハムが買っちゃダメなのに買ってしまったでしょ？だからどうなりました？エネルギーの残存問題に対応しながら、ある程度雨降らせたりとかして気温上がらないようにして、エアコンとか稼働しないように持って行ってたじゃないですか。金銭的にも生活保護者の人たちはいっぱいいるんですよ。で、僕の生活聞いてもらったらわかるでしょ？動画見てないでしょ？見てない時点で根性ないんです。男として半人前なんですよ。そんな人間は試合中にもらう？あげへんよ。そこで言い返さなあかん。黙って試合しなさい。だから高校球児の試合とかでも審判の人がめちゃくちゃ怒ったりしてる 人がいました。黙って試合しなさいって。略奪行為して買っちゃダメでしょ。それを指摘してしまったんですよ、巨人は。その流れをソフトバンクは持ってしまったんです。大谷翔平に関しては彼は僕に言われてから動きます。この間僕は動画で上げました。ピッチャーもしようって。1試合もう50球でもいい、70球でもいい、中継ぎ抑えでもいい、とにかくピッチャーしようって。打撃面で僕は頭の中を直接テレビ見て、昨日オールスターの時は頭の中渡していたら、ちゃんとボール球、バット止まってます。だけども、やっぱりボール球を振らされてるところとかがあって、相手のピッチャー心理考えたら簡単なんですよ。今の翔平に、簡単にストライク、ボール投げ込めるかって言ったら、ある程度状況を作らなかったら難しいんですよ。昨日のオールスターに関しては、ノーアウト1、2塁っていう場面が作れたんですよ。さらに、ノーストライク、ツーボールですよ。もう絶対次ストライク入れなあかんやんっていう場面。そこでフォアボールなんか出したらどうなります？ 0 対0の場面ですよ。満塁になるんですよ。ノーアウトで。翔平の後も、すごいバッターいくらでも出てきますよね。そこ勝負から逃げたらダメだって僕から言われてますよね。世界中のプロ野球業界。それはもちろん、冷静な判断とかもありますよ。申告敬遠だとか、ここは、ボール球を振らせた方が、本当はそれが勝負なんだっていう考え方の人とか。あります？これ事実、事実として。もともと、バッターとピッチャーの勝負は、まずは選球眼からです。これがスタートライン。ボール球は振らないこと。ストライクゾーンに来た場、ボールをしっかりと振ること。だけども、あのカウントまで来ると、さらにノーアウト1、2塁で、あとのバッターとか、点数も0対0っていう場面全てを考えると、絶対ストライク入れるしかないんですよ。相手ピッチャーも。そこの勝負から逃げたら絶対負けるから。だから、翔平は、まあ一応僕から伝えた内容は、もう相手は変化球投手って知ってましたから、基本的に変化球待ち。だけども、この内容を、心の声で伝えた場合、相手ピッチャーにも伝わってしまう場合があるから、相手はストレートを投げてくる可能性もありますって伝えてるんですよ。だからバットで捉えた時は、変化球、芯からちょっと外れていて先の方だったでしょ。あれ多分ね、ストレート投げてもホームランになってます。
どちらが来てもいいからとにかくストライクゾーンに対応する振り方で振りに行ってるんです。もう僕も僕と翔平の付き合いも長いですから、どうすればいいのかっていうことが彼の中で出来上がってるから、そう迷いがないんですよ。でまあ今回は音楽業界の人たちとかに、もうお伝えしますけども、その今ガンダムシードの見た感想だとか、ルパン三世とキャッツアイのコラボの映画も僕からの提案で作ってもらったんですけども、そこでね、いろいろ歴史を知った時に、そのルパン三世の、お父さんがおじいさんの人が、持っていたその美術品とかをルパン三世は盗み返していたと。まあ、昔の歴史が何があったかって言ったら植民地支配があって、で、そこの美術品とかを、まあ、植民地支配していた国とかが回収していたわけじゃないですか。まあ、要するに強奪していたわけじゃないですか。それを強奪し、それを奪い返していたのが、取り戻していたのがルパン三世だったっていうことで、そこでちょっと僕はその辺の歴史を忘れてしまって、やっぱり泥棒が主人公ってこれまずいと思うんですよっていうようなことも言ってしまってたこともあるんですよ。だけどもそのストーリーがはっきりと一般人の方に伝わるんであれば、これはもう OK だなと。あとはふざけるシーンとかを入れない。でキャッツアイに関しても泥棒行為をしますけども、お父さんの作った美術品なんですよ。作った絵が、描いた絵とかなんですよ。それ取り戻してるんですよ。だからこのエネルギーの残存量問題とかと全て、もうその動画見てもらったら分かります。で僕の言ってる内容とか聞いてもらったら分かります。あ、もうこれ一本取られたなって。脚本家として淡井さんは間違いなく君の名はとかでもしっかりと表明してきてますけども、スズメの涙とかでもしっかりと表明してきてますけども、あの人が脚本家として超一流だと。エネルギーの残存量問題があるじゃないですか。もうそれテレビでね、まあ、もう細かい内容一回もその動画見てください。もう余計な高速道路あっちこっちいっぱい作ってるでしょ。もうルパン三世とキャッツアイに盗んでもらったらええって。そんな発想持てます？エネルギーの残存量問題とかも世間にしっかりと公開してですよ。カリオストロの城とちょっと似てる部分とか取り入れてます。あの作品は本当に素晴らしかったですから。だからあの作品もあのゴード札、神戸って書いてゴードって読む地方があるんですよ。だからあの偽札を作っていて、国が国家がで、まあそれによって、自分たちが私腹を肥やしていたっていう部分を、インターポールの銭形のとっつぁんとかもルパン三世と組んでる、最後組むんですよ。峰不二子も。いつも峰不二子って悪者側と思われそうな人物たちと組んでるわけじゃないですか。で、キャッツアイと、ルパン三世のコラボに関しては、その敵役の、まあ、ボスかと思われる傭兵の人間も、いろいろ分け合いの人物で、笑ってるシーンなんか一つもないんですよ。真面目なんです。ここスポーツの勝ち負けと似てますよねって。音楽業界でも同じですよねって。本当に真面目な歌詞とか、相手のことを思ってる歌詞、歌ってる時って、みんな精一杯歌ってますよね。笑ってますか？笑ってませんよね。そこなんですよ。一流と二流と三流、超一流との境目っていうのは。どこの仕事場でもみんな言われたことあるはずですよ、ある程度の年齢までなったら。ちょ、お前仕事場で何ふざけた話しとんねんと。ちょっと真面目に働けよって。言われたことあるでしょ。もしくは誰か言ってるの見たことあるでしょ。僕も言ってきました。まずなかなか僕は言わないですよ。どちらかというと、まあ僕、二十歳ぐらいの頃から、まあアルバイトとはいえね、下の者、10人なり、何人も現場で、その1日ですよ、10人以上とか、動かしてましたから、指示出して。
ただもちろんそこの株式会社神戸ワインのバーベキューコーナーの主任の、人にもうアルバイト関係のところはもう彼に任せてるからっていうこと、二十歳になる前からなんですよ。時にはあの年上の人で、お前なんでそんな偉そうやねんって言ってきた人もいました。特別偉そうにしてるつもりはなかったんですけども、まあその人もまだ若かったですから、ちょっと年上ぐらいで、まあまだ僕は二十歳になる前でしたから、だからその人から見たら、まあ社会に出てみて、なんで年下の人間が指示出しとんねんと、まあそう見えたんじゃないですかね。まあその人と後で仲良くなりましたよ。まあ草野球とかした時に、まあその人がキャッチャーしてくれて、まあそこそこやっぱり僕方一般人から見たら良かったですから、まああのもう自分の、好きなように投げてくれたらいいって、もう全部俺の方で取るからって、まあ仕事場ではどちらかというと、あいさん本当にうまいこと言いますねっていうようなことを、あの後輩のコーラに、うん、まあまあ言ってもらえるようなことが、まあ、多かったですね。でまあ横浜 DeNA さんの試合とかに戻りますけども、あとはやっぱりこのカークとの戦い、皆さんちょっとどう思います？もう野球の点数とかでも完全にはっきり出てるでしょう。もう正直巨人の選手もこれなんかおかしいんちゃうかって思うでしょう。完全に点数ではっきりと表記されていて、横浜 DeNA さん3点差で1点も取れなくて負けてるわけじゃないですか。一応ね、昨日僕ね、休憩時間中とかにインターネットゲームを遊ばなかったんですよ。これ答え何だと思います？もうこれもうみんなと相談したいんですよ。で、行司さんはその未来から、渡していたから負けっていうことをね、まあ、ちょっと気になる力士さんの名前で、ちょっと名前が今出てこないだけで、今日相撲あるんだったらそれ見て、名前しっかり覚えようと思ってるんですけど、メモをしてでも。いやもうまあ、相撲界の、まあ、大谷翔平に近い存在ですね。あ、見つけたと。体大きくて、それなりに体鍛えてると。ただまあ、僕から言わせていただくと、まあ、あんまり無理して怪我もしてほしくないんですけども、まあ、別に僕からの睡眠時間も上げたりとかしませんけども、だけども、体はずっと鍛えてたら、ずっと体、筋肉、増えていきますよって。これをまず教えてあげたいです。で、ただし、この間の試合で、相手に技を使われて、最初の立ち合いで、うまく、ぶつかった瞬間に背後に、背後というか側面に回られてるんですね。で、そのまま、叩き込みで、倒されてるんですけども、もちろんああいう技があるのが相撲界だと思います。それまで他の人の時に技を使わなきゃならない、技を使わなきゃならないって言ってるんですよ。横綱は照ノ富士さんですから、体大きいじゃないですか。で、基本的に照ノ富士さんよりもみんな体小さいじゃないですか、ほとんどの人が。唯一照ノ富士さんと筋力でね、体重では負けてますけども、筋力では、あ、勝てる、この人だったら勝てるんじゃないかなっていう、プロ野球界の大谷翔平のような選手を見つけたんですよ。ただまあ、相手にいろいろ伝わったら伝わったで、こちらが何かを考えたら相手ももしかしたら聞こえているかもしれないのであって、それ相応にそれで対応してくる可能性は元から、もともと相撲ってそういうものですよ。体小さい人って、そういうふうに、なんとか相手の力をいなしたりとか、うまいことを、いろんな技とかを使って、どうにかして勝ってきたのであって、まあ、昔で言うと、舞の海さんですね。体小さいですよ。身長170センチくらいです。それでも、一つの場所で、10勝を挙げたりしたことあるんですよ。
すごいでしょ。あんなにみんなめちゃくちゃ大きいのにですよ。だからその力士の方にも技も身につけてもらったら、あ、これは天下無双になるなって、そうも僕の直感で思いました。で、ただし、まあ、その行司さんの、あの未来から頭の中を渡したらダメだっていうそのルールも、本人が自分を自分で自分のことは自分でしっかりしますって言ったら、僕の頭の中とか自然と結構いくんですよ。ある程度安定して、その行司さんがそれ言ったらその選手負けてしまいますよね。だけども行司さんは僕のことを心配して言ってくれてるかもしれませんよね。淡井さんの頭の中使わせないようにかもしれないじゃないですか。けど僕が見込んだ人とかで活躍したい人とかがいて、ただし僕は寝てる時間帯は起こしてもらいたくないっていう話になってくるとすると、相撲界もありでいいんじゃないですか。そのまあガンダムシードの作品とかでね、最初は笑い話ですよ、ものすごい。皆さん笑ってしまったと思いますよ。だけど最後の途中からもう僕の涙声の話の内容とかを聞いてもらった時に、意見がらりと変わるでしょ。ちょっと見てみようってなるでしょ。で、僕の人生とか全て知ってもらった時に、あ、それでガンダムの海の富野さんとかガンダムチームの人たちはこういう作品を作ったんだなっていうところまで、最初あんなにふざけてるように、あんなに変な名前とかいっぱいあるのに、だけども感動する世界まで持っていけるんですよ。天の轟とかの映像を見ました、自分で。自分で見なかったら無理ですよ。身につかないですから。それじゃ自分の力がね、僕はもう見るどころか撮影しても証拠はされてますから。これが世界ルールの法律の世界ですよ、本当の。行司さんが本当は僕の、任意性を無視して、勝敗の件でね、あれこれ言っちゃダメだと思うんですよ。だからもうこれ、正直本音で今までの結果がどう出てるかで、本当のこと言いますけども、今日休日日にしてる以上、ボランティアの法律が含まれますから、やっぱり今日強いと思いますよ。ちょっとまあ涙声になってると思う。涙声を混ざってますけども、まあだから今日僕は泣きそうになってる、泣きそうになった時点、うん、まあ泣きそうに涙声でいろいろと、物申してるところあるんですけども、自分の意見を述べさせていただいて説明とかをしてるんですけども、僕はね、あのユニコーンガンダムのとあるシーンで、あのまあまああのジオン軍の方のあの一船長とバラージがその砂漠を歩いていて、バラージが本音を涙を流しながらさらけ出した時に、夜にね、かなりきついこと言う、平気で言う人ですよ。だけどもあの夜にこうキャンプファイヤーを焚き火でね、まあ暖を得ながらコーヒーをまあ飲んでる時にね、こう言うんですよ。俺は涙を流さない人間なんて信用しないって。悔しい思いしてしてる人間しか涙なんか流さないんですよ。ひどい目に遭ってる人間しか涙流さないんですよ。さっき一瞬僕は涙声になったことに関して、コンピューターがあれこれ、その証拠を押さえてるからそうなったのか、それとも僕の動画を見て誰かが悲しんでくれていて、僕はそういう風な声に一瞬になったとか、一瞬だけその声が僕の意図とは反して涙声になったっていう事象に関しては、
それは僕は違うんじゃないかなって思うんですよ。その後の僕の発言での涙声になったっていうのは、それは僕の感情だからそうなったのであって、それは正しいと思うんですよ。言い当ててクイズで涙声になったからその人が弱いっていうわけじゃないって、そこを理解できてますかっていうことですよ。涙も流したことない人間なんて、もうストレートに言いますと、ダーティーなお金の稼ぎ方してきたんでしょうって。笑ってる時って、みんな相手が嫌がってる時に笑ってるパターンの時の人ってものすごい数いますよ。まあ意図的に面白く作ってる動画とかは別ですけども、では、涙を流すイコール、本当にその人が弱いのか。人前で本音をさらけ出して自分の涙とかを、いちいち動画をカットしないで、あの、部分部分をね、削除しないで、世間にその涙を見せれる人の方が強いんじゃないかと。いろんな人のこととかを信用していたりとか、まあ、自然と出てくる感情ですけども、 それはそのいろんな人たちの思いとかをしたからこそ、そういうふうな涙になったりとか涙声になったりとかするのであって、涙がたとえ流れなかったとしても、その感情は大事にしなきゃならないんじゃないですかっていうことなんですよ。涙を見たことない人たちの世界で、より良い世界なんて作れると思いますか？笑ってばっかりいる世界で、良い世界なんか作れると思いますか？真面目な人だけですよ。物事を動かせるの。だけども、楽しい話もなかったら、やっぱり気持ち的に持たないんですよね。これがこの世の中の本質であり、実態ですよね。だから法律の世界で、例えば一月に短時間労働者でも4日は休み取得しなさいよ、絶対これは絶対的なルールですって、これあるんですよ。だからまあ僕もまあ今月も一応休日日は4日ちゃんと公開して作れてるんですよ。まあ、ために書いたのに、その後見たらすぐ消されていたりとかあるんですけども、人間は消してるんちゃうかなって思いますね、本当に。AI かもしれませんけど。あと、文字とか、途中で、ちゃんと記載していたのに、1文字変えられていたりとか、1文字取られていたりとか。人の思いまで平気で踏みにじってる。で、あと、僕の動画に関して、グッドの方と、あとこっちの方あるじゃないですか。これ必ず1ついてるんですよ。じゃあ誰か1名だけ人間で、むちゃくちゃなことしてる人間存在するんですよ。まあけど、そのもしそれまでコンピューターだとしたのであれば、今のチームはね、横浜 DeNA の皆さんとか、他のプロ野球選手の皆さん、どう思います？オリンピックが目の前にあるでしょう。だから、その国際戦勝ったら、横浜 DeNA さんが勝てる話と、あとストック制度があります。けど、もうストック制度の話出された時点で、本当はもう横浜 DeNA の優勝も今確定でしょう。これ国内戦ですから、国際戦の1回戦だろうが2回戦だろうが、勝ちは勝ちですよ。それともお金の話いきます？ 1 試合の売り上げがあるから、雨降った日、客席見たら、晴れの日でも最下位のチーム、8000人ぐらいとかですよ。
お客さん、その中全員が全員しっかりとお金払ってますか。じゃあもう経済で物事測れませんよね。一試合一試合国際戦で気楽に楽に勝った試合ありません。ないですよ、そんなの。僕はまあだからまあこれ難しいんですよ。クイズ要素もあったりなかったりとかあって、ただクイズ要素も突き詰め、技術的要素も突き詰めていうことを、それクイズと似てる部分があるわけじゃないですか。そのスポーツを深く知ることによって。だから野球の鉄則で、例えば1点を争うゲームとかで、例えばランナーが1塁に出たときに、その次のバッターの人がね、例えば調子悪くて打率が2割2分とかだったりしたとすると、そこ絶対送りバントじゃないですか。で、あんまりにも、ものすごい、前に前進守備で、突っ込んでこられていたら、内野手の人に。そこはもう気持ち切り替えて、上から叩きつけるような、バウンドさせるような形で、バスターに切り替えるとか。それだったら、野手の人直撃とかはないでしょうから、とにかくその場面って、転がしたらいいんですけども、真正面に転がしてしまったら、ゲッツー取られるかもしれないじゃないですか。だからそこはもう、叩きつけてバウンドさせたらいいわけじゃないですか。だからそれはその時の状況に応じて対応してもらわなきゃならないし、まあ、もう僕の方では、テレビの画面では、内野手の人たちの動き見えないんですよ。ピッチャーとバッターが基本的に映るわけじゃないですか。だから、わからないからそこを打者の人の判断に任すしかないんですよ。あとは選手、監督、まあ、コーチのサイン。これは選手がサインを出すときとかもありますから、今までの歴史で言いますと。まあ、選手、監督、コーチと言ってるんですけど。まあまあ、そのスポーツの結果の出方に関して僕もいろいろ昨日遊んでなかったわけですし、ただしまあ買い物には行かなきゃならないわけですし、買い物、まあ、阪神タイガースと巨人の試合に関しては、巨人に勝ち越されたのは中盤ぐらいでしたよね。あのぐらいの時間帯だったら買い物行った時間、まあちょっとはっきりとは覚えてないですけども、まあ大体19時30分ぐらいにスーパーマーケットに着いてた時間帯だとは思うんですけども、まあ大体ですよ。遅い時はまあ20時前とかなんですけども、パソコンを打つのをやめたからのようにも見えるんですけども、そのルールを用いられたら、電気代持つわけないですし、それはエネルギーの残存の問題から言うことは完全にアウトなんですよ。だからまあ、ソフトバンクさんや、日本ハムさんが買ってしまって、晴れてしまった、先に北海道と九州が晴れてしまったわけじゃないですか。で、もう一回僕、その体制立て直すために、まあ、いろいろホームページに記載したりとかして、曇り空を作ったりしてるわけじゃないですか。だからそこは、曲の意味とか歌詞の意味とか、まあ題名 ついてますけども、まあ、基本的に曲って言うじゃないですか。で、曲の中に歌詞があるみたいな形になってるじゃないですか。ついこう曲という表現で、まあこれはもう広辞苑の世界とかから考えると一般人の人に定着してますから、まあこれはもう大丈夫なはずなんですが、今もクイズ要素とかいろいろ考えながら、物申します。で、このコンピューター社会に関して、正直総理も国連の人たちまでお手上げかもしれないです。だけども話に関して、できすぎてるようにも感じませんか？それはさすがに読売ジャイアンツの人たちも感じるんじゃないですか？
この順位ぐらいだったら、そのパリオリンピックに関して淡井圭介がもうこれ日本国内のその考え方とかですよ、本気で勝ちに行くんじゃないかと、横浜 DeNA さんをあの優勝させてあげようと思ったら国際戦勝たなきゃならないですから。ただしこれもう本音で言いますけども、夜中とかだったらちょっとっていう部分あるんですけども、まあ今日休日日に設定してる部分とかもあって、昨日の晩どうだったかって言ったらもう寝たのは3時台で4時前ぐらいでした。ただしまあいろんなその甲子園のあの劇的な逆転ベスト10だとかそういう動画とかいろいろ発見できたんですよ。結構いろんな動画の検索ワード発見できたんですよ。だからまあ無理した分こうまあいろいろリラックス込みでいろんな曲とか聴いたり、何か良い曲ないかなとか探していたりだとか、まあ特に今がそうなんですけども、録画できる機材っていうものがありませんので、音楽番組を見てる余裕が、まあ、スポーツの勝ち負けで言うとないわけじゃないですか。今野球界のルールもどうなってるか分かんないんですよ。音楽聴いた方がいいのかどうか、ただし曇り空作ってる仕組みもこれ本あの正々堂々としたいですから、やっぱりああいうような歌詞、まあ、悲しくなるような歌詞とかを、あのアクセスできるようにしています。ホームページは IKSN 駅の一番から。そしてそれは意味のあることであって、エネルギーの残存量問題対策は万全であると。まあ、意味は悲しいだけじゃないし、僕の感情を表してくれてますから、僕はグレイの皆さんのその曲を聴いた時に嬉しいんですよ。あ、僕の気持ち分かってくれてるんだって、悲しくなんかならないんです。それとあと曲は超一級品なんですよ。歌詞聴いただけで判断するのではなくて、曲の作り方を聴いたときに本当にすごくうまく作ってるんですね。その難しいこうごちゃごちゃっとした感情になってる、すごく悩んでるっていうところを意図的にギターとかでこうぐちゃぐちゃってしたような音とかを使ったりしてるんですよ。だけどもそれがその聞きにくい音とかじゃなくて、そこに勢いとか軽快さとか他の楽器で、綺麗な音色とかをプラスすることによって素晴らしい曲として仕上がってるんですね。でその日本の、ガンダム系はガンダム系でまた別にしてますけども、男性の、ベスト100とか女性のベスト100とか、もう多分数が100曲男性の方なんかは超えてきてるんじゃないかなとは思ってうんですが、まあ、ガンダム関係だけでもあんだけあれだけものすごい数良い曲があるわけじゃないですか。で必ずしも再生回数イコールその曲は正しい評価ができてるかっていうのは絶対そうじゃないのと、あとはまあ YouTube プレミアムで先に先行してっていう部分が、まあ、曲によってはあると思うんです。やっぱり収入がなかったらもう全部が全部曲をボランティアなんかでは作ってられないでしょうから、だからまあそういう部分もあって、まあ再生回数が普通の無料で見ると少ない。だからグレイさんの曲とかああいうふうなまるでその歌詞をちょっとけなしてるようなことを言ってたコメントとかも見たことあるんですが、軽くですよ。さすがにグレイの皆さんのことを変に文句言える人ってなかなかいないですから、それはその圧力あるとかじゃなくて実力とか心意気が物語ってるんですよ。あ、この人たちのことをこの人たちの曲をバカにしちゃダメだなって、それは多くの人たちが思ってることであって、そこに淡井圭介の話の背景とかが全部分かった時に、君そんなコメントしてたのって、名前と住所、電話番号、すべて世間に公開されたときに、君そのコメントどうするのって、勇気持って自分がしてきたことを、そのコメントの後に、こんなコメントしてごめんなさいってちゃんと書くのって、それとも卑怯なことするのって、コメント削除するのって、
僕なら平気に言いますよ、全国放送だろうが何だろうが。自分が名前と住所と電話を公開してるんですから。だから僕、コメントするとき大抵、淡井圭介本人ですって、もうそこ正々堂々として生きていきたいからですよ。卑怯な人間多すぎたからですよ。けどみんなそんな卑怯な生き方なんかしたくなかったんですよ。だけどそのコンピューターの世界によって何が正しいのかどうかっていう話に結論は出てるのに、まあ契約書関係なのかお金の周りなのか、まあその辺のところで、うん、だまあ昨日の試合に関しては、まあ、ソフトバンクさんがリードされた件に関しては、それはもう、ね、他の球団、楽天さんやロッテさんが優勝しなきゃならないっていう場面を考えたら、それはちょっと、もう腹が立つとかじゃなくて、気持ち的に、もう、正直、昨日はもう心折られましたね。まあ雨で試合が流れてないかどうかとか、J リーグの試合があるかないかとかも一応チェックしておいたんですよ。チェックしないから点数取られてるのかなとか、そういう風な要素とかも見受けられましたんで、クイズ要素の方で。あの、現場で選手とかが言ってますから、本当は J リーグの試合があるからとか、今までそれいっぱいあるんですよ。だから考えてることの思考が現場に伝わっていて、まあ、だから、多数対一人みたいな形勢になってしまう場面あるわけじゃないですか。まあそれ集団性が強くも見えるんですけども、もうそれでも僕は勝負にこだわりますから、自分で持ってる流れがあるんですよ。少数で多数に勝った時の流れを使用するって、それ言ったからといってどっか離れていくものじゃないんですよ。ここで言うと、それ証拠なんですよ。だからまあ、その教授さんのその判断に関して難しい部分はいろいろあると思うんですけども、そこどうするかなんですよ。だからここ最近なんですよ。ここ3日以内の話で教授さんが未来から力を送ったから負けっていうことを言ってるんですけども、もしかしたら、これね、もう昔も同じパターンだったんですよ。これでまた行司さんもものすごく悩んだんですけども、天の神様へのお祈りに関しても、これで効力はなくなってしまったんじゃないのかとか、まあ一応これね、この動画など忘れないように、お祈りします。ちょっとまあ事態は事態ですので、それ優先しなきゃならない部分あると思いますんで、ちょっともう動画の撮影これぐらいにしておきます。まあ他の動画を見てもらったら、あの、新しい映画の、その、キャッツアイとルパン三世のコラボ、まあ、ゼニガタのとっつぁんも含めて、もうみんな組んでね、そのエネルギーの残存量問題に対処するっていう方法で、もう、カリオストロの師匠と同じです。もう、暴露。証拠を押さえて。で、もうそこに、一応まあ言ってはいるんですけども、もう僕もそれでいいと思うんですけども、もう僕出してもらってもいいですよ。っては言ってるんですよ。暴露した人間。もう話の整合性、正義のヒーローとして通る部分がもう僕の場合全ての要素がハマるんですよ。生活保護者で賃金の不払いがいろいろあって、阪神淡路大震災の被災者で、で、かたや政府の一部の人たちで頑張ってくれている人たちとか、今まで政府の間違った裁判とかに関しても頭下げてくれている部分とか、まあもしくはそれが慣例になっているのかもしれませんけども、まあいろいろ変わっていってる部分とかもあるはずなんですよ。まあ、性格的に言うと、まあ、ルパン三世だったら、気軽にこう言うんじゃないですか。そんな難しい話、もうどうでもいいじゃないですかって、いいじゃないかって。こうしたらいいんだよって言って、高速道路を盗んで、
河川水門開閉式玉発電設置するところに設置する。エネルギーの残存量問題でこっちは今回動いてるんだよって。一応まあそれを入れておかなかったら他の作品を描くときにその描きにくくなるかもしれませんので、まあ一応こちらの動画の中で言っておきます。それでは皆さん長い間ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、着信通知の設定、あとはまあできるだけ多くの方に私の動画を見ていただけるようにご協力していただけたらなと思います。皆さん貴重なお時間、長い間お付き合いありがとうございました。以上です。